こんにちは、エバツサグシです。今回は自分のために戦っている時が幸せというテーマでお話ししていきたいと思います。人は自分の人生の責任を引き受け、自分のために戦えるようになった時、幸せを感じることができるようになります。自分がやりたいことをやり、自分が好きな生き方をしていると、必ず邪魔をしてくる人が現れます。しかし、相手に屈することなく、 自分という特性を守り抜いていく中で人は充実感を感じることができるのです自分を幸せにするのは自分の責任他人が自分を幸せにしてくれるのではないということを認めると本当に自分にできるのだろうかと不安になりますしかしそのような決意ができた人だけが自分の人生を本当に大切にすることができるのです私は初め、 自分を幸せにするのも不幸にするのも自分の責任だということを認めることにものすごく抵抗感がありました。なぜなら自分は自分の力で生きていくという自信がなかったからです。私は長い間自分の人生の選択を他人に委ねうまくいかないときは他人を責めるということを繰り返していました。しかしそうすることでどんどん自分に自信がなくなりますます自分を不幸にしているということに気がつきました。 このままでは本当にまずいことになるというぐらいまで追い詰められた時これからは自分の人生の責任を自分で負うことにしようと決めることができました人生はどんな生き方をしていても大変なものです楽な生き方をしようと思ってもそれを実現するために努力しなくてはいけないし苦労することもあるのですしかし自分の幸せは自分でつかむと決めた人は 自分の人生の苦労を納得して引き受けることができます毎日大変だけど充実感があるのですなぜならその苦労は他人から強制されたものではなく自分自身で引き受けたものだからですどれだけ楽にお金を稼ぎ遊んでばかりの人生でもその生き方が自分自身で決めたものでなければ幸せを感じることはありません子供はゲームをやりたいと思ってゲームをやるから 楽しいと感じることができます。しかし、これから一日4時間、この時間にゲームをしなさいと親に強制されると、楽しいものも楽しくなくなってしまうのです。自分がやりたいと思ったことを自分にやらせてあげることが、人生を楽しく生きるコツなのです。また、一見、いつも損をしているように見える人が、確実に自信をつけていっているということがあります。人が嫌がる仕事や、 大変な割にはあまり評価されない仕事ばかりを任されているとあの人はいい人すぎて損をしていると思われるかもしれませんしかし本人が自分を成長させるためという自分の意思で引き受けているとしたらそれらの仕事から充実感を得ることができるのです社会的地位もなくお金持ちでもないのにこの人すごいなぁと思う人に出会うことがあります それは自分を幸せにするのは自分自身だという意思を持っていることが伝わってくるからです。私は友達にトレーラー暮らしをしている人がいます。その人はお金がないからしょうがなくトレーラーに住んでいるというわけではありません。その人のお父さんはアメリカのコカ・コーラ社のお偉いさんです。桁違いにお金持ちなのです。なのに自分はこの生き方が好きだといい親に頼ることなく自分の力で生きているのです。 お父さんがが亡くなっった時もののすごい額の遺産が入ってきました。しかしその人はトレーラー暮らしをやめることはありませんでしたなぜならそれが自分の好きな生き方だからですこのような損得感情に流されずに自分というものを貫いている人を見ると自然と頭が下がります一方誰かに依存しながら偉そうなことを言っている人はどうしても軽く見られてしまいますそういう人は 口ではどれだけ素晴らしいことを言っても何か信用できないんだよなと思われてしまうのです。いい学校を出ていい会社に就職した人でもそれが親に敷いてもらったレールを歩んでいるだけだとしたらその人から重みを感じることはありません。なぜなら自分の人生は自分で作るんだといった気迫に欠けるからです。どのような生き方をしても人生には苦労がつきものです。 自分の問題と向き合うことなく逃げ続けていれば後々苦労することになります嫌なことを嫌と言えず我慢し続けるのも苦労ですしかしそのような苦労はあなたの人生に充実感をもたらすことはありません毎日苦労しているのに充実感がなければ消耗していくだけですそして最終的には自分の人生を後悔するようになるのです一方 自分の人生を自分で作っていれば、毎日の苦労にも価値が生まれてきます。同じ苦労でも、自分の意志で引き受けたものになら、充実感を感じることができるのです。そして、自分は自分で選んだ人生を生きているという思いは、自信につながっていきます。そのような人の放つ言葉には、重みを感じることができます。なぜなら、それは、偉い人がこう言っていたとか、本にこう書いてあったとか、 テレビでこう言っていた、などといった他人からの受け売りではないからです。自分が経験したことを話す人の言葉には相手を納得させる力があるのです。生きるというのは大変なことです。だから、どんな生き方をしても大変なことから完全に逃げ切ることはできません。自分で自分の人生を作っていくのも大変だし、他人の作った人生を歩んでも大変なのです。どのみち苦労するのであれば、 自分の好きな生き方をした方がいいと思います辛いことでもこれは自分で選んだことだという自負があればそれをすることに意味が生まれてきます大変だけど心は豊かになっていくのです現代人のほとんどの悩みは人間関係です今の人間関係で苦しんでいるのならその人間関係を変えない限り未来は開いていきません なのに人間関係で悩んでいる人の多くは今の人間関係を維持しなくてはいけないという考えにとらわれています人間関係を変えるというのが解決策なのに人間関係を変えること以外で良くなる方法はないかと考えてしまうから追い詰められてしまうのですしかしそんな人でも自分の人生の責任は自分で負うという意識を持つことができれば付き合う人を変えれば良くなっていくかもしれない といった選択肢が見えてきますなぜなら今のまま我慢し続けてますます不幸になっていってもその責任を負うのは自分だからですどんなことがあっても自分で自分を幸せにしなくてはいけないという覚悟があれば思い切った行動ができるようになります今付き合っている人たちから離れていったら悪く思われないだろうかという不安も吹き飛ばしてくれるのです人間は 生きていくための選択肢がなくなったと感じたとき心が病んでいきますもう解決策がないと精神的に追い詰められたとき無気力無関心になりますそして完全に希望を失ってしまったとき人は自殺するのですしかしもう無理だもう生きていけないと感じたときはこれは今いる人間関係の中で生きていくことができなくなっただけと考えてほしいと思います私は以前 もう生きていける気がしないと悩んでいる女性と会ったことがあります。私はその人に、今いる会社を辞めても誰からも責められない。今の彼氏と別れても相手から怒鳴られることがない。今自分がやらなくてはいけない。と感じている義務を全て放棄しても誰からも悪く思われないとしたらどうですかと聞きました。すると彼女は、想像しただけで心が楽になりました。なんか生きていけるような気がしてきました。と言いました。 自分自身を縛っていた考え方を少し変えるだけで、だいぶ心は楽になるということです。今の人間関係を変えることができないと思っている人は、少しずつ心を自由にしていく必要があります。今付き合っている人たちから離れるという選択肢もある。でも、今そのことを考えると怖いから、その選択肢がないと思いたいだけなんだと、少しだけ思考の自由度を上げるのです。 そのようなちょっとした考え方の工夫をするだけで追い詰められた状態から抜け出すことができるのです生きるのが辛いと感じている人は今の人間関係で生きるのが辛いだけと考えてほしいと思いますそして自分を幸せにするにはこれからどうしていけばいいのかということを考えていきましょうそれは友達を変えることかもしれませんし恋人を変えることかもしれませんし 職場場や住む場所を変えることかもしれません自分を幸せにするのは自分の責任ということを意識していけばだんだんとその考え方に慣れていきますそのような考え方が自分に定着してくると他人に嫌われることも他人に悪口を言われることも怖くなくなってきます周りから何を言われてもだって自分を幸せにするのは自分しかいないんだから仕方がないでしょうと思うことができます私も初めは この考え方をなかなか受け入れることができませんでした。しかし、一旦受け入れてしまうと、当たり前のことになってしまいます。自分のやりたいことをやるのも当たり前になるし、他人からどう思われようと気にならないのも当たり前になるのです。ということで、あなたにも自分をとことん幸せにする生き方をしていってほしいと思います。今回もご視聴していただきありがとうございます。 また次回の動画でお会いしましょう。エヴァスタケシでした。